君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。かっこいいってどういうことなんだろう。そういうことも大学で学べます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はビートジェネレーションに代表されるカウンターカルチャーについて、アメリカ文学アメリカ文化がご専門、総合教育院教授社高地由里先生に聞きます。カウンターカルチャーっていうのは何なんですか。カウンターカルチャーというのは、はい、まあ、世の中にこう主流に広がっているメインストリームの文化というものに対して、うん、私たちは違う、そうじゃないということで対抗する人たちの文化のことをカウンターカルチャー、対抗文化というふうに言います。あの世の中に流行ってるものに乗らない人たちってことですか。はい、そうですね、乗らない人たち。何が AKB だって言って違うアイドルを応援しちゃうみたいな、はい、そういうことですね。はい、流行っているものについてはちょっと相入れないですよっていう態度をとって、まあ、自己主張をしていく感じの文化だと思います。それがカウンターカルチャー。はい、そうです。カウンターっていうんで何数えるのかなと思ったんですけれども。なるほど。数えるわけじゃないんですね。はい、そうですね。カウンターでのこうなんかカウンターアタックみたいな。あ、そういうことですね。はい、その主流文化にカウンターパンチ。はい、そういうことです。そうじゃないっていうことで、あの、対抗していこうっていうことですね。なんかちょっと激しい感じ。激しい。そんな感じがすると思います。例えば、はい、代表的なカウンターカルチャーっていうとどういうものがあるんですか。はい、私が研究しているビートジェネレーションっていう、アメリカの1950年代から60年代に起こった、文学文化の活動なんですけれども、ビートジェネレーションというのもカウンターカルチャーの一つになります。ビートジェネレーションってなんかビートってついているので、はい、音楽かなと思ったら文学なんですね。そうなんです。はい、文学ですね。詩とか、あとこう反抗的なメッセージが込められている小説ですとか、そういう、まあ、文学作品で世の中にこう反抗していこうということで起こった活動ですね。50年代60年代のアメリカで流行ったっていうか、流行ってるものに対してカウンターパンチですから。そうですね、50年代のアメリカっていうと、うん、アメリカンドリームを追っていこうみたいな好景気の時代で、うん、戦後の、大量生産大量消費でこうアメリカがどんどんこう豊かな時代を謳歌しようとしている時代なんですけど、それがメインストリーム。そうですね、うん、アメリカンドリームっていうと、まあ、郊外に大きい一軒家を持って広い庭があって、お父さんとお母さんと2人ぐらい子供がいて、うん、犬を飼っていて、まあ、車を持っていてみたいな、うん、そういうものをこう実現するっていうのが当時の、まあ、画一的なアメリカンドリームだったんですけれども、うん、日本人も憧れたそうですけどね。はあ、そうですよね、きっとそうですよね。僕らが生まれる前の話ですけれども、はいはいはい、はい、というのがメインストリームで、うん、それに憧れなかった人たちの文学ってことですか。そうですね、何でしょう、9時から5時で仕事して土日休んでみたいな、そういう生活ではなくて、うん、こうボヘミアンスタイルっていう、なんか定住しないで放浪して、うん、いろんなところを見て回って人生をもっとこう根源的に楽しもうみたいな、そういうメッセージを文学の中に込めていると思います。その一つがビートジェネレーション。はい、そうですね。ビートの世代って感じですか。そうですね、はい、なんか世代なんでしょう、友達同士でこう文学の輪みたいなものができていて、うん、まあ、作家同士のつながりが
あって、まあ、ビートジェネレーションっていう風に自分たちを呼んだんですけれども、うんうん、まあ、それがどんどん文化的にも他の文化にもこう広がっていってっていうことで、はい、後の70年代のこうヒッピーの文化にもつながっていくものなんですけれども、まあ、そのヒッピーのお父さんみたいな感じの文化ですね。はい、でもそうやってヒッピーとか僕らが知ってる単語も出てきたりして、はい、メインストリームではないにしても、うん、なんかそれなりにこう流れは大きくなったわけなんですね。はい、そうなんです。あの、私たちは違うって対抗する対抗文化カウンターカルチャーっていうのは出てきて注目を浴びると途端にメインストリームカルチャーにこう飲み込まれて、うん、あ、これ面白いぞっていう感じで大量消費されてしまうっていう運命にあるんですね。対抗してきたものが主流に飲み込まれる。はい、はい、そうです。何が AKB だって出てきた乃木坂がメインストリームになるみたいなそうです。例え間違ってますかねその、はい、その界隈のことはちょっとあんまりよくわからないところもあるのであれですけど、まあ、そうですよね。なんかカウンターカルチャーで私たちは違うっていう人たちが一人出てくると、私も違う私も違うみたいになってこう大きな流れになっていって、でメインストリームに飲み込まれていくと、うん、でそれがまた主流文化に、ね、メインストリームになった頃にまた別の、うん、ね、私たちはそれじゃないみたいなのが盛り上がってくるっていうのが、うん、まあ、カウンターカルチャーとメインストリームカルチャーの流れみたいなもので、うん、それの繰り返しみたいな、はい、ことが発生してるんですね。昔から発生してるんですね、はい、今もなお、今もなおだと思います。そのビートジェネレーションはじゃあもう忘れ去られて、はい、過去の歴史の1ページに今やなってるってことですね、はい、と思いきやここから面白いところなんですけど、うん、ビートジェネレーションの文化、ビート文化っていうのは、まあ、70年代も80年代ぐらいになるともう過去の昔の時代遅れのダサいものになっていたんですけど、うん、90年代に突如リバイバルするんですね。なんかかっこいいものとして再びビート文化っていうのがあったぞっていうふうにみんなが思い出して、こういろんなところで言及し始めて、まあ、ポジティブに再評価されるっていうことが起きていて、でそのリバイバルが今のこの2020年代の現在にも至っているっていうことが起こっているんです。今もずっと続いているわけですか。はい、そうなんです。静かなブームって感じで。そうですね、90年代はもっとデカデカとリバイバルが起こっていて、例えばギャップのお洋服のギャップの広告にデカデカとビートジェネレーションの作家の写真が用いられたりとか、ナイキの CM にビートジェネレーションの作家が出たりとか、かっこいいものですよっていう感じでリバイバルが起きたんですけど、まあ、そのリバイバルの影響っていうのがまだまだ今も続いている。だって感じです。今回のブームは長いじゃないですか。50年代、はい、60年代にガッと最初のカウンターカルチャーとしてのビートジェネレーションがあって、はいはい、でやがて流行ってきちゃうとなんだってことになって一旦ダサくなって、はいはい、で90年代ですよね、はいはい、なんだかんだ30年前じゃないですか。あ、そうですね、本当ですね30年続いてるわけですよね。はい、そうなんですよね。何ですかねこれ、何ですかねっていうのが私も知りたくてそれがちょっと私の研究テーマなんですけど、なんで1990年代以降にビート文化がリバイバルして今もかっこいいものとして残ってるんだっていうのがすごくすごく気になっていて、うん、でちょっとこうなのかなっていうふうに思っているうちの一つの理由が、はい、現代のヒップスターと呼ばれる人たちが1990年代以降にこう出てくるんですけど、ヒップスター、はい、あのポテトのお菓子みたいな名前ですけど、ね、ヒップスター、はい、ありがとうございます。すぐ反応していただいて、すいません。チップじゃなくてヒップなんですね。はい、そうです。うん、ヒップっていうのはヒップホップっぽい感じです。そうです、はい、そうです。かっこいいっていう意味なんですけど、うん、まあ、かっこいいスター、ヒップスターと呼ばれる人たちが現代のバージョンのヒップスターのと呼ばれる人たちがいるんですけれども、うん、まあ。なんでしょう、こだわりのカフェで豆にこだわったコーヒーを飲むとか、うん、カフェで MacBook を広げて
こう仕事をして意識高い系の人たちそうです、よく分かっていただいてはい、そうなんです。意識高い系ってなんか一時期ちょい前に言われてた。あ、僕今も言っちゃうんですけれど、 ありがとうございます、ありがとうございます、ね、先生が生んだ言葉じゃないですよね別に、そちらすいません、はい、今あんま言わないですか、はい、意識高い系。いや、もう言っていきたいですね。でもこれからはヒップスターって呼びます。はい、あの、そうなんです。その、まあ、意識高い系っていわゆる意識高い系と呼ばれている人たちの文化っていうものの中に、うん、なんか古いものに価値を見出すっていう側面があって、古民家カフェみたいな感じ。あ、そうです、その通りです。古民家カフェとかこの辺でも結構ね、今古民家カフェっぽいものって生まれてますけれども、ね、はい、やっぱり行くと楽しいですけどね。そうですね、うん、なんか雰囲気があって落ち着いてっていう感じがあると思うんですけど、うん、なんかかっこいいなっていうの感じしません、うん、ちょっと自分のグレードが上がったような気持ちにさせてくれますよね。はいはい、なんかその文化を分かる自分みたいなのがちょっと心地よかったり、今あえてビートジェネレーションがいいな、楽しめるなっていう気持ちもそれに近いんじゃないかってことですか、はい、そういうふうにちょっと今私は考えているんですけれども、うんうん、なんか時代の雰囲気としてそのヴィンテージのものが素敵だっていう解雇主義的なものっていうのがあって、でビート文学にかっこよさを感じている現代の我々の気持ちっていうのは、うん、今の時代のそういう雰囲気によるものなのではないかなっていうふうに思うんですよね。この時代だからこそ、そうですね、なんか時代の感覚と私たちのかっこいいっていう気持ちっていうのは、うん、まあ、一致しているんじゃないかと、ということで、うん、なんか自分一人の感覚であれがかっこいい、これがかっこいいって思うって思ってたんですけど、うん、意外とその自分の生きている時代の文化にかなり自分がかっこいいと思うものが左右されているのかもしれないなっていうふうに思うと、なんか面白くないですか？面白いですけれど、はい、結局カウンターカルチャーだと思ってたのに、はい、むしろその時代の流れの中にいるからそれが好きになっちゃった、はい、好きにさせられた感がないですか？なんかちょっと、そんなはずじゃないのにみたいな気持ちになりますよね。うん、自分はこれを見つけたぞって、はいはい、実は全員思ってたみたいな、はい、そういう感じなんですよね。あらあらそれって1950年代60年代、はい、先人たちが楽しんだカウンターカルチャーの時もそういうところはあった、はい、ですかね。そうですね、そういうメインストリームに対して私たちは違うって思ったんだけれども、はい、やっぱり50年代60年代の人たちも、はいはい、実はその時代だからこそそれがかっこいいと思えたというか思わされたというか、はい、そんな風に今思っちゃったんですけど、ビートジェネレーションのカウンターカルチャー以前にもアメリカにはこう脈々とまあカウンターカルチャーがあったわけなんですけれども、メインがあればカウンターがある、はい、まあ、人間の営みとして脈々とあったわけなんですけど、ビートジェネレーションのカウンターカルチャーがそれまでのカウンターカルチャーと違うところっていうのは、白人の文化以外のところから何か持ってきたっていうところなんですね。それまでは白人の文化の中でやり合っていたんですけども、うんうん、ビートジェネレーションの人たちは禅仏教ですとか、あとはジャズ、アフリカ系の音楽っていうところを白人の文化の中にこう持ってきたっていうところが新しくて、うん、そうですね、昔のものっていうのを持ってきてはいるんですけれども、難しいですね。そうですね、うん、その辺でちょっと革新的な部分っていうのがあったんじゃないかなとは思います。で、まあ、今先生はそれを面白いなと思って研究のテーマにしてらっしゃる。はい、はい、そういうことです。まあ、このコーナーでいろいろ皆さんの研究のお話を伺ってるんですけれども、はい、ちょっといつものお話と違うなと思って面白みを感じるんですけれども、はい、そもそもその社交地先生は、はい、なぜこのカウンターカルチャー、そしてビートジェネレーションの研究を始めようと思ったんですか？はい、はい、私は
ロックミュージックが大好きなんですけれども、ロック少女、ロック少女、はい、そうなんです。あの、はい、小学校6年生ぐらいの頃に、まあ、おませな6年生です、ね、はい、もうグッときてみんながアイドル追っかけた頃にすごく、まあ、その時はパンクが好きだったんですけども、はい、わあ、なんだこのグッときた感じはっていうふうに思いながら、小学6年生でパンクロックに目覚めてしまった、はい、そうなんですね何があったんでしょう。いや、わからないですけどでもそういうのないですか、なんか。いや、 ありますよ、ね、グッときちゃったみたいな。多分世代的には僕らの方がパンクニューウェーブの世代なので、はい、リアルにこう体験して、はい、あの名古屋の輸入版屋さんとか巡った世代ですので、はいはい、あ、いいですねいいでしょう。でもそれより1世代2世代若い社交地先生たちが、はい、たちがじゃないですか社交地先生だけまだ先生じゃないですけど6年生の時に、はい、そう、それこそみんなが、はい、あのテレビのアイドルとか見てた時代に、はいはい、パンクロックに行ってしまったっていうのは、はい、よっぽどなんかいろいろあったんだろうなはい、なんかありますよね、グッときちゃうみたいなものが、はい、で私は それ以来ずっとあのバンドが好きで音楽が好き で、うん、で大学生になった時に、バンドやろうと思って軽音部に入ったんですけど、はい、で私はずっとあのブルーハーツっていうバンドが好きだったんですけど、もう知った頃には解散しちゃってたんですけど、うん、ずっと好きで、で軽音部の先輩に同じブルーハーツを好きな人がいて、で全部のその動画を、うん、動画の資料を貸してくれたんですね、うんうん、で私が大好きなブルーハーツのギターの人が着ていた T シャツにビートジェネレーションの代表的な作家のジャック・ケルワックという人の顔が載っていて、はい、誰だこの人って思って、うん、ちょっと調べて読んでみたっていうのがビートジェネレーションとの出会いのきっかけです。あ、それでもう先生のライフワークになってしまう、はい、そうですね。その後いろいろ、まあ、ケルワックの路上っていう作品が有名なんですけど、うん、路上を読んでグッと来て、でその後この路上っていう作品が本当にたくさんのロックミュージシャンに影響を与えてたということを知ってまたグッと来て、うん、なんでこんなにかっこいいんだろう、グッとくるんだろうっていうところを知りたくなったんですね。先生がもうブルーハーツはもちろんのこと、はい、いろいろ好きなバンドがあったんだけれども、はい、ケルワックというキーワードでつながってたってことですか。そういうことですね、はい、ちょっと鳥肌立ちますね、はい、そうなんです。なんか大好きなものがこうつながっているのって鳥肌立ちますよねそれで調べてみるとどんどん面白いし、はい、謎も生まれて、はい、どういうことだろうと、どういうことなんだろうというふうに思って今も思い続けているんですけど、研究は続いていると、はい、いうことなんですね、はい、そういうことなんです。そういうお話を理科大生に講義でするんですか。はいはい、そうですね、研究を始めたきっかけとかバンドがとかそういう話は、うん、あんまりしないですけど、でも音楽が好きなのでやっぱりどういう影響がビートジェネレーションから私たちはどういう影響を受けているのかとか、うん、私たちの消費行動にこういうところにそのかっこよさっていうものがビートジェネレーションのかっこよさっていうものが見られるんだとか、そういうようなことを伝えられたらなと講義では思ってます。あのアメリカ文化の講義なんですか。はい、そうです。私はもう一つアメリカンコミックスの研究もしてまして。アメリカンコミックス。はい、アメリカンコミックスにおけるカウンターカルチャーの、うん、まあ、描かれ方の変遷に興味があるんですけれども、あのメインストリームに対してのカウンターカルチャー的なコミックスというよりも、はい、コミックスにカウンターカルチャーが出てくるってことですか。そうですね、はい、コミックス全般にどんな風にカウンターカルチャーが描かれていくのかっていうことを見ていくんですけれども、うん、コミックスにもメインストリームのコミックスとアンダーグラウンドのコミックスがあってややこしいんですけども、うん、まあ、そのあたり の絡みとかも面白いなというふうに思って研究してます。アメリカの漫画っていうと、はい、僕らが知ってるのはスパイダーマンとか、はい、スーパーマンとかその辺になっちゃいますけども、はいはい、ああいったものはやっぱりメインストリームですよね。そうなんです、メインストリームなんですけれど も、 もうまさに、
ビートジェネレーションが出てきて有名になった60年代くらいにビートっぽいキャラみたいなのをメインストリームのコミックスが入れ始めるんですよね。へまさにこう飲み込んでいくというかカウンターカルチャー的なものを入れ込んでメインストリームにしていくぞみたいなところが読み取れるんですけども、うん、なるほど、はい、巻き込むってそういう感覚なんですね、はい、なんかかっこいいから入れとこうみたいな感じで、うん、主流の文化にどんどん飲み込まれていくんですね。それが文学や映画とか、はい、コミックスもいろいろきっとあって、はいはい、先生はコミックスが、はい、面白いなと思って、ね、はい、そんな風に考えて今はコミックスを題材にしながらビートジェネレーションの研究をしています。今日の義科大の社高地先生のお部屋でですねお話を伺っているんですけれども、派手な背表紙の本がいっぱいあるんですけれど、はい、こういったものも、はい、そういったコミックスになるわけですか。そうですね、はい、背表いろいろな、はい、バットマンから、うん、スーパーマンから、ね、はい、スパイダーマンから。学生この部屋に来たら帰れなくなりそうですけれど、はい、楽しいですよそういう研究をしていらっしゃる先生も理科大にいらっしゃるということをね、はい、今日お伝えできたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。社高地先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。これ今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました社高地先生の業界用語はカウンターカルチャー。メインストリームのカルチャーに対して自分はみんなとは違うと対抗していく反順応主義的な文化のことです。草食か肉食か聞かれてるわけじゃないからね。オタク何系から始まる会話は理科大ではよくある日常。次週5月10日の天白の城は理科大を知るための必須ワード K の紹介シリーズ第1弾。俗に 1K と呼ばれる K、 機械工学系ってどんな K、 K 長中村雄二先生を訪ねますを楽しみに。